だけだ。それじゃあここらで試してみましょうか。ちょっと口を大きく開けてくれる？ん？はい、わかりました。あー、行くわよ。ふっ、うわっ、うわっ。ご要望通りこれで食べられたわね。お味はどうかしら。私の力で時をいじって貝が消失する前にあなたの口に入れたのだけれど。なんて気持ち悪い感触。あら、もったいない。せっかくなんだからもっと味わえばいいのに。口どころか喉に直接来ましたよ。なんてことするんですか。乱暴すぎる。あなたが貝は食べられるのか知りたいって言うから協力してあげたのに、お礼どころかその物言いとは。まったく礼儀を知らないわね。お手並み拝見です。気に入らないからって八つ当たりしないでもらえる。きちんと確認もせず口に押し込むから。すっごく気持ち悪かったし。これでどう？くらいなさい。そろそろお覚悟を。私に口を開けてって断ったわね。それなのに白魚郎の住所は礼儀知らずね。可愛いなんて歌いの知れないものを食べるには心の準備も必要ですよ。そろそろお覚悟を。後悔しなさい。ヘレン。手強い。ですが、実力は私の方が上です。どうかしら。私はそうは思いませんね。お覚悟を。この程度の弾幕では私には及ばない。我が老漢剣の旅となれ。そこまで言うなら全て裁き切ってみなさい。私の世界で息絶えなさい。瞬きする暇も与えないわ。消えなさい。ヘレン。有効ですね。なんのこれしき。早くお屋敷に戻りたい。そろそろ決着をつけましょう。もうそのところです。いざ参る。こんなものです。お覚悟を。ヘレン。
このままとどめを。生きてごめん。人生未来永劫さん。お覚悟を。うんざりだわ。あなただけでは怪異を消滅させず切り取るなんてことできなかったんでしょう。確かに。それについてはありがとうございます。おかげで怪異を口に入れることは叶いました。あなたのおかげです。まあ助けになれたのならよかったわ。それじゃあ私はもう行くわ。仕事が残っているので。とは言ったものの、口に入れても気持ち悪くてすぐに吐き出してしまったから味わうどころでは。このままじゃゆゆこ様にきちんと説明できない。なんて伝えればいいのか、情報不足だ。結局私はゆゆこ様の疑問に一つも答えることができなかった。不甲斐ない。こんなんじゃ従者として失格だ。上々の出来でしょうか。